今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。星雲スカイとダイワスカーレット、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。一番人気成田ブライアン、第4コーナーを進んで直線へ向かう。星雲スカイ快調に飛ばしていきます。先頭は星雲スカイ、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスカーレット、サンバシースター成田ブライアン、4番手にタマモクラス。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく5番手ゴールドシップ、そしてその後ろから行くのはシンボリクリステース、その後からメジロライアン、そしてその内を回ってマンハッタンカフェ、さらにミスター CB。 意気揚々と先頭行きます。星雲スカイどうでしょう、この展開かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち、順位を振り返っていきます。現在1番手は星雲スカイ、続いてダイワスカーレット、そしてそのうちから行ったのは成田ブライアン、後ろタマモクラス、サンバシンサー、シンボリクリステース、少し離れてマンハッタンカフェ、そしてそのうちから行ったのはゴールドシップ、後からメジロライアン、2馬身3馬身開いてミスター CB。ダイワスカーレット先頭進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスカーレット彼女の客室には合っていますね。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身、残り 1000m を通過。ダイワスカーレットまだリードをキープしています。続きました星雲スカイ、成田ブライアン、3番手少し離れてシンボリクリステース、この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭ダイワスカーレット、レースはよどみなく進んでいます。すぐに続いてシンボリクリステース、まもなく第4コーナーカーブ、ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。さあ内から先頭を伺うのはダイワスカーレット、中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。ダイワスカーレット繰り下がる、シンボリクリステース強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、シンボリクリステース足色は衰えない。シンボリクリステースリードは4マシン、強さを見せつけてシンボリクリステースゴール板を駆け抜けた。これは見事な走り、勝ったのはシンボリクリステース。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着はダイワスカーレット。